ただいまより第9試合を行います。青コーナー176センチ69.75キロ、ヤジーユースケ。高田どんたくの余韻冷めやらぬ福岡に天下無双のお祭り男参上、ヤジーユースケ笑顔なす。朝方168センチ69.75キロ、ヤジーユースケ。殴り屋がたどり着いた運命の地、日本です。ディエゴ・ザ・ガン・ヌネス。この試合はライジン MMA 力がありそうだな。パワーありそう。ケンコバさん、はい、この筋肉ちょっとディエゴ・ヌネスすごいですね。しかしライジンというリングはヤチ・ユウスケに本当一息つかせないですね。次々ハードルを与えるというかですね、はい。今日はでも藤井さん笑顔が全くないんですよね、八千。そうですね、集中力がいつもとちょっと違う感じですね、作り方を変えてきましたね。さあエース候補に名乗り上げた八千雄介、しかし立ちはノーモーション圧力、右のミドルキックです。今のミドルも強いよ、うん。いやすごい背中してんな。でもそうなんです、背中がね、長い距離の左ミドルキックはヤチ、ヤチの柔らかい蹴りがいい、うん、柔らかい、力入ってないもん。そうですね、うん、だからしなやかに伸びてくる、インド、それ痛い。これ藤井めぐみさん、はい、当然こう、まあ、サウスポーオーソドックスもあるし手足の長さ違いますよね、2人。そうですね、かぶせは気をつけた方がいいと思います。かぶせ右ですか。そうですね、右のかぶせですね、入る瞬間に一応蹴りに合わせて来られるかもしれないんで、あそこは用心してると思いますが、インドです。ちょっとヤジ選手の体も遠い前にカットが出てますよね。そうですね、軽量の当日みたいな体ですね。しっかりこう絞れてる、左ストレート。健康さん、これもともと言うと階級一つ下でここに上げて、はい、ジャスト体重だったみたいですね。でも八千選手しっかりガードしてるのに、もうあの結構受けた場所が腫れてますね。あ、そうですか。脇腹のあたりが。これどちらのですか。わーっとパンチもらった。八千選手の脇腹が腫れてるとは、はい、左側が、はい、左側が、ね、よっぽどの威力なんです。うわ、振ってくれ。いや、振り回しちょっと低いところから上がってきますね、あの振り回すパンチだから。健康さん、早いラウンド怖いですね。そうですね、ちょっとね、八千選手も早いラウンド多いんですけど、時間かけてもね、ここは無駄ならないね。あー、キレがある、キレがある、引き刺さるような膝です。伸びてきますね、左膝、膝から膝取りを取る、膝有効です。首相撲から膝ですね、前蹴り、今中足立ってましたね、指が腹を突き刺すような形、膝がストレート。あの前蹴りをだから相手にダメージ与えるね、なるほど、内臓をえぐるような距離を打って内臓をえぐるような前蹴りですよね。今度は打って勝って中央を取ってプレッシャーかけ始めました。このミドルですね、左フック、今度は右返したのが八千の方です。掴める右みたいにね、よく見えてるから、うん、パターンが単純化してくると、おちょっとバックスピン狙ってますね、うん、バックハンドグローか、インド・ヌネス、素手で止めたね。ここでも藤井さん、まだこういろいろお互いに情報仕入れてるところなんでしょうか。左がやはりいいですね、伸びますね、闇に。今の1回出しておくと相手嫌がるよ、入ってくるとき攻めづらくなってくると思います。さあ、またこの独特の低い軌道でブンブン振ってきます、まあ、ロシア系のボグチャンチンとかそう思い出すような軌道のフックです。やはり横からのばっかりだったらよくもうあの見えやすくなるね、さばけると思うんです、彼の目なら。なるほど、うん、遠藤小林さん、やっぱりあの体型だから綺麗なストレートっていうのはないかもしれませんよね、わかりませんけど、ね、あとはもう両脇にさっと両腕を刺すって藤見さん、やっぱりうまいですよね、はい、そうですね、際の部分でやっぱりポジション、自分の有効なあの体勢を取れるっていうのは、ね、強いですね、うん、ですね、はい、次の展開させないってことですから、相手に。そうですね、相手が動けなくなりますから、いいですね、はい、寝かせるか、惜しかったですね。身長差が8センチあります、ブレイク。さあ、朝比奈彩さん、はい、どんな風に見てますか。そうですね、本当にあのこの展開が何とか変わってますよね、うん、すごい、はい、下がりながらのパンチ、はい、今の右の分回しも強かったね、
あの下がりながらのパンチも強いんだよね。そうですね、うん、あのクルックシャンクを倒しましたね。そうなんですよ、そうなんですよ、呼び込みながらのフックでした。で、あの下がった状態で拳にあそこまで力加えるって大変なんですけど、あの練習もそうだし天性のもんだろうな、やっぱり。これやはり距離短かった。ヌネスのフックは今届きません。ヤチが逆に入れ替わりながら、こう、まあ、マタドロリのようにさばきながら一つ入れました。でも見えてる見えてる、うん、バンダレシューバのちょっとそういう感じもありますか、高田さん。こういう横からのパンチね、剣道小林さん、はい、バンダレシューバを尊敬してるって言ってましたもんね。確かに放出させるあのフック、突進しながらフックね、で、あの鍛えすぎてもう閉じれなくなった腕、うん、なるほど、はい、あのカッパイに筋肉つくそうなんですよ、うん、気をつけができない。恐ろしいですよね、あれが突進してくると思ったら。間違いなく気をつけできないからね。ですよね、はい、なるほど。さあ藤井恵さん、改めて今スローをご覧いただいてますが、どうでしょうか、一ラウンド。そうですね、やはりあの、まあ、今の動きを見てヌネ選手、やっぱりあのフック打撃は長くして左しっかり直線の打撃で攻めていくともっといいのかなと思う。そのリーチの長さ、まあ、そのリーチの力、リーチが力に変わる距離っていうんですかね、もうちょっと距離を大切にリーチを生かしていけたらいいかと思います。朝比奈さん、はい、あのいつもの明るいやつとちょっと違いますね、今日はね。そうですね、少し雰囲気が違うように思いますね、モードがね。はい、もうこれあくまでも個人的な意見なんだけど、さっきあの山本キッド選手はね、はい、一回曲げればいいんだって言って、ね、それが一つのまた成長につながるって言われたんだけど、やっぱり今まで無敗なんですよ、ライジン。あのゴミ選手を倒したことをチャンス、彼の中で何倍にもね、うん、あの自信するためにも右フック、これ入った、うわーっと逆に右で返した。ランダ戦はどうなのか、付き合った方がいいのかどうか。もらってない、もらってない、もらってない、フリーヒットもらってないから大丈夫です。相手ももらってないけどね。遠い前、これミドルキック届きません。リーチ、そしてまあ足の長さ、コンパスも違う。地型が強いんだろうな。まさに地型が強いって。要はあの左ストレート入れた。レーザービームみたいなもんで、肩が強いんでしょうね、この。だからパンチ。まさにバンダレシューバ。ボクストさせる前の攻撃です。ここは倒されたくないところ。倒されたくない。右差してます。右は差している。うまくコーナーバッグも使いたいところです。難しい。チリスパデイ。じゃあバイタバンディスギム。ジレイパコアル。レイパコアル。だからゴミ戦勝利の後だからこそ、この試合は何としてもね、取ってもらいたいね。うん、取ってもらいたい。これでも健康さん、大切なのはもちろん重々承知でしょうね。はい、いけるとこまで本当ね、選手には記録伸ばしてほしいですよ。うん、あのね、やっぱり今ライジンの太陽だ、ね、また降ってきた、また降ってきた。最後のフック、ジュースケ。ディエゴも強いしね。そうですね。さあここです。ここも。バイバイ、ここです。いや、腰強いやつ。パラのパラのパラジェ。ヘッポイヘッポイ。上から。ウテナーデン、ウテナーデン、ストヘッポイ。この体勢まず固めたいか。コツコツ今も入れてますね。起こさせたくない。背中をなんとかコーナーにつけて起きようとするルネス。中に入れてちょっと背中をぺったり使したいですね。でこういう局面で転がってこういう体勢になるっていうのもやっぱり今までの努力なんだよね、うん、偶然じゃないんだよ、うん、狙いに行ってます。うわこれどうか、力が強そうでも逃させない方がいい。大丈夫だね、大丈夫だね、反応したね。これ上取りに来てますね、うん、今度はよし、後ろ取った、後ろ取った。ケンコバさん、この展開もあるんですね。ねボディだ。あ、やっぱ気をつけないといけない。うわ、猛烈なタックル、すごいドライブ、引きつける力が強いです ね、 強いね。3分経過、3分経過。あの背中と腕は伊達じゃないね、うん、ここまで力ある選手やるの初めてですね。初めてでしょうね、こういうタイプね。立てますね、立てましたね。ヤチです。下から肩パンチも今一つ払ってきたヌネス。これ藤井さん、個精神的なものも含めて優位っていうのはどうですかね。そうですね、まだいい、
お互いまだイーブンだと思います。はい。ただあのヌネ選手やはり寝技になってもあの落ち着いてますね。あの前半狙いに行きましたらけど、あのまあダメだったらまあスイープで上を取ればいいというような動きでしたので、あの打撃もね結構もらってるんですけども全く下がらないですからね。本当に気持ちが強い。残り時間1分。あ、ちょっと残り時間1分。ワンナインセカンド。ニーズ。今聞いてる。感じも聞いてたよ。ですね。うん、右の。ポジション的に上を取ったレースではあります。やち、ここからは難しいか。残り30秒切ります。第2ラウンド5分。3ラウンド制です。ケイコさんどう見てますか。いやちょっと今チャンスやったんですけど前がかりになっちゃいましたね。なんかね。下からの蹴り上げ結果かなり入りましたよね。そうですね。聞いたと思います。今のやち選手のね、あの自分のモチベーションはね。世界には自分より強いやつだからこそこれから強いやつと試合をやって、うん、日本の70キロでは八千がいるんだって、うん、世界に知らしめたい。守りじゃないんですね。攻めなくちゃいけないんですね。その思いが強いんですよ、うん、それは試合出てるよね、うんうん、そうですね。気持ちが本当に出てますね。出てます、出てます。さあ八千祐介エース襲名、そしてみんなからの拍手をもらうためにラスト最終3ラウンドです。ラウンドは行ってもらいたいね、八千。ですね、はい、これ藤井さんだいぶでも目は慣れてきたんでしょうか。そうですね、あの慣れてきてますね。ただやっぱりちょっとこの距離でじゃない方がいいような気がする。ショートで当たりやすい感じがしますね、ヌネス選手の方が。朝比奈さん、はい、あと一つですね、ラウンドが。そうですね、もう本当にあのお互い打ち合った時に引かないので、うん、本当に男の強さっていうものも感じますし、あのヌネス選手がやっぱりこのスイッチ入った時が少し怖いなと思いますね。さあいよいよ最終第3ラウンドです。ゴミを倒しました。だから次も勝つしかないんです。運命宿命づけられた 70kg 級八千祐介、立ちはだかるは世界を知るディーバルです。大事なラウンドだ。そうですね、遠い間合い先ほど藤井さんからあまり近くに近いにしてもストレートにしても、うん、スーパーマンフックでした。今あのスーパーマンフックは、うん、見えてはいるんですよね。でも当たったらやばいですよ、うん、当たったらやばい。結構さん、それがある相手なんですよね。あれがまだワン、ツー、スリー、フォーまで、ね、続く時あるんでね、うん、警戒してほしいですね、うん、まさにゴミ宝を下してその背負った八千に対するバンダレーシューバを尊敬するディエゴ・ヌネス、そのシューバを彷彿させる戦いです。ここは組んで入れ替わります。変わりました。あ、テイクダウン、いけます、いけます、押しのける、いった、これはでかいよ、このテイクは。あ、しかし、あ、テイクしかもすごいね。まずいきますね。アームロック、まあ、抱えてはいます。この極太の短い腕、決められるかどうか。投げるか、投げようとしてますね。スタミナありますからね。あ、アイコンの足を入れますか。うわ、また振ってくる。回りましょう、回れたら回りましょう。さあ大事だよこのラウンド。打ちを刺されたくないところです。あまりコーナー背にしたくないね。そうですね、アサヤさん、アサヤ、うわー、こんなものを隠し持っていたイーグルです。今の危なかったね。右棒左フック、呼び込みながらフックあるかないか。2段の膝、さあ一呼吸置いて膝、うわー、まさにそれ聞こえていたかのように、距離があったか。ちょっとやち疲れた隠しが空いています、うん、少し疲れたかな。あんまり距離でやっぱり攻められると疲れるんですよね、うん、プレッシャーも強いですし。うわー、逆にここは上を取られました。さあ最終の第3ラウンド、残りが半分となります。剣道小林さん、どう見てますか。ちょっと嫌な位置で倒されましたよね、うん、
あの状態からじゃちょっと1本取りに行くっていうのは難しいし、ちょっと初めてのポジションなので上からどれくらいのパンチを落としてくるのか、パスを怖い、パスを最後サグローというサイドを取った、しかも左がしっかりと的の間手差し込んでます、膝もあるぞ、怖い、あと2分だ、これ8位戻した、うわこれですね、あのパンチは、あのパンチ効くよ、うわ左顔面もらった、コツコツ鉄槌も使ってきます、やはり立っていった方がいいですね、もう3ラウンドで出てるね、よし踏みつけに来ます、踏み抜いた、踏み抜いた、さあ超野鳥を放しました、1ラウンドスポット決めますけど、最後までよしおろになるという形になって勝つ、打ってくる前に出てきます、残りが間もなく1分になります、ファイナルラウンド残り時間1分、まだチャンスある、まだチャンスありますね、一発 KO かオールアウトして勝つのもいいですね、おととい話していました八千、さあこっからだ、こっからだ、残り40秒、リードのジャブ呼び込み、ミドルキックちょっと効いたか、左フックまた振ってくる、いやいやヌネスも腕が上がらない、2段の膝もあるぞ、これに来る、残り30秒、30右を差します、ヌネスコーナーから抜け出したい、入れ替わりたい、倒すしかない ね、倒すしかない、やはり試練です、ゴミ高典を下し、そのエース候補としてのいきなりの試練、2018年一発目の八重之助、左振ってくるヌネス、左の蹴りミドルキック、最後のキック残り30秒、ナイスファイ、すごいいい試合でした、いや出し切りましたね、ケイコバさんどうだったでしょうか、はい、まず試合自体がいいすごい試合でしたね、本当に一発クリーンいいところ、腕立てやってますよ、すごい、いやすごい試合だったね、これは、いやヌレスもでもスタミナありましたね、落ちましたね、やっぱ世界レベルの選手ね、意外とああいう体型の選手ってスタミナないはずなんだけどね、さあ最後まで攻め抜いてきたね、でしたね、まあもちろんヌレスにとっても特別な今日の戦いだったはずです、今ジャッジペーパーが集計されています、会場であるこのマリンメッセ福岡、観客も少し緊張しています、それがここまで伝播して伝わってまいります、リング上です、画面がザ・ガンの意味を取るディエゴ・ヌネス、そして八千雄介、判定の結果をお伝えします、ダチ・田澤青八千、一人目八千、ヌネスはフラフラ、じゃあ上位赤ヌネス割れました、さあ3人目はどうだ、ジャッジ豊永青八千、新勝でも負けなかった、ゴミから受け継いだそのエース、前半だね、前半1ラウンドから2ラウンドの半分ぐらいまで、はい、ようやく今笑顔です、さあ店長小林さん、はい、どうだったですか、いやでもあの八千選手のがクリーンヒットはね何発か当てましたもんね、藤井めぐみさん、はい、どんな戦いだったんでしょう、そうですね、八木選手よくあのプレッシャーからの連打戦すごかったと思います、で、まあ、ヌネス選手がうまかったのでなかなかちょっとやばかったです、でしたね、いやでも朝比奈さんヒヤヒヤしましたね、ドキドキしましたね、いやドキドキしましたね、でもやっぱりなんか気持ちの強さっていうものがすごく現れたように思いますね、なんと高田本部長マイク持たずにリング後にしますよ、あら本当だ、楽しみにしたのね、ね、本部長ぜひエールをぜひ送ってあげてください、だからやっぱりあれですね、前半の1ラウンド2ラウンド途中までの八千の攻め、はい、で後半はやっぱりよく耐えましたよ、そうですね、さあ1点はもらってなかったから、そうですね、よかった、きっと八千助の戦いどうぞご期待ください、